さあ300のトップ リアライズゲーマーそして ARTA その後ろレオンちょっと離れて、初音ミクです。初音ミクは6秒ほど候補にいます。このトップ4台はあシンティアムは1回コースアウトしてましたけど復帰してるんですね。ロータスはね今後方の方に小さく見えていたのが初音ミク5番手走行中です。さあこの ARTA 3位内で自力チャンピオンの今位置にいますが後ろの K チューンズは8番手まで上がってきました。 K チューンズの上がり方は本当に普通じゃないですかね。三沢さんが言ってたようにこれで無効感はありかなっていうのは確かに心配になってきましたね。タイヤを痛まるいう感じじゃない全然ないですね。そうですね、はい。まあ、むしろもう全然使いに行ってるというか。さあこの AU とキーパーがもうテールトゥノーズになりましたよ。多分300に捕まってる間に AU とキーパーの差が2秒2からコンマ5まで縮まりました。5コーナーはまだ中島和樹が前、ニッキャシリーが後ろから追います。ここは多分イエローが振られているのでオーバーテイクをしてはいけないか。キーパーが今ニカルソニックの処理に、向かっています。さあここ130Rの後の SG やはり前のラップセクター1で一気に1秒縮まったんですね。これで順位が入れ替わるとワーホーズとしては絶体絶命。ニック・キャシディは、まあ、今年はもう彼のベストイヤーですからね、はい。スーパーフォーミュラで、チャンピオンを決めました。まあ、GT に乗っても本当に乗れてるというか速いですから、はい。そしてここは近づいてきましたよ。来ました、ね。さあテールトゥノーズこれはスリップに入っています。バックストレート狙ってこれるか大島和也守る塚越インサイドに振ってくるインサイドに振るここはちょっといけなかったか。ちょっとポルシェ向いて狙いきれなかったというところですが、まあ、無理もできないですしね今ね大島選手リタイアしちゃったら全てが終わりますね。はい、チャンピオンシップかかってなければね多少リスク背負ってでもイン飛び込むと思うんですけど、さあもう一回行く1コーナーここは塚越守るこれ抜けば引き離せるような感じのもうあれがありますね力の差は。3コーナー4コーナーはどうだここは近づききれないかただ小さく回っているのはワコーズです。さあそしてキーパーがニック・キャシディ5コーナーどうだここはどこに並ぶか次のコーナー 130R インサイドもういってるねその後は SG 当たらないでよこの2人というか、まあ、因縁がタイでありますからね。はい、まあ、始まった次にキャシディその時は関口の方でしたね、はいはい、でもこの2台ですね、はい、そうですね、はい、まあ、これはでも厳しく言ってると思いますよ絶対に当たるなって、まあ、相当ねあのタイの時に由良さん、はい、かなりあの当時のエンジニアとかが厳しく、はい、はい、こちらですね96号車のピット前にいるんですけれども K チューンズがタイヤをピット前に準備し始めました。今4輪ピット前に出ていますね。あ、以上です。はい、ありがとうございます。やはり K チューンズは18周目を迎えまして今、最低のピットストップのタイミングをもう迎えましたけれどもタイヤを用意して待っている。やはりタイヤは変えるんですね。そうですね、まあ、この走りですからね新田選手も相当多分タイヤ使っていると思いますから。さあテールトゥノーズですよ1コーナーどうだニッキャシディここはまだ行かない2コーナー回っていきます。小さく回るニッキャシディ守る中島勝そしてワコーズさあアウトサイドからあここは突っかかったか突っかかったかどっちに向いてるんだ今ちょっとワコーズに不利な感じだったですあでもさあ今度は3コーナーあー行ったインサイドからワコーズ大島まだサイド前サイド4コーナー前に出たこれで3番手ワコーズさあここからは追撃態勢これで6秒前にいるトムスの2台を追います。さあそして K チューンズはタイヤを交換してそして後半のスティントを行きます。さあ託された坂口瀬那今
ピットアウト。さあこれで3番手に上がって、この現状だとワコーズチャンピオン確定ですが、キーパーが英雄を抜くと今度はキーパーがチャンピオンの条件になります。これはなかなか厳しいレースになりましたね。手汗握るといいますか、これピットも大事になってきました。ご覧の通りこのままいくと3ポイントのリードで大島、山下がチャンピオンです。でしょう。ここはあピットに入る、なんと先にピットに入ったキーパーニック・キャシディが19周目ピットに入りました。早かったですね。3分の1ですね、はい、そしてワコーズがこれで順位を上げます。2番手になりますよ。 AU を追う形です。これどうするんですかね。チャンピオン直接の対決だったらもうこの次のラップ入れるっていうのが一つ手だと思うんですけど、そうですね、ですか、はい、まあ、次のラップ入れるっていうのが一つの、まあ、手ですよね、まあ、セオリーではそうですね、はい、もしくは AU に合わせ込むか。あそして ANTA ですね、こちらは300のチャンピオン4人ともに交換をしたという情報です。4人タイヤ交換です。300の ANTA は4人タイヤを変えました。さあ平川に変わります。これ由良さんだったらこれワコーズ脇坂監督の立場だったらどうします。これ AU に合わせるかキーパーに合わせるか。いや、 やっぱり争ってるキーパーですけどね。とすると次のラップ入ってくる可能性があり、モチュールも入ってますね、ゼットも入っている。300もだいぶ多くの車がこれマネパラモルギーに、今キーパーいいところで戻りましたね。結構クリア取れますよこれ。前が空いてるので自分のペースで走れる、はい、そしてこちら先ほどピットアウトをいたしましたケイチューンズが今見えました。さあこの辺は今、はい、今ゼットがニスモの前で出ましたよね。あ入れ替わってましたか、はい、あそして AU が入ってきた。さあこれでワコーズはどうだ。ワコーズは入った入った入りましたね。さあこれが一周遅いのがどう出るか。このアウトピットアウトした周が空いてるか空いてないかですよね。そうですね、今キーパーは結構空いてるところに出たんで、いいとこ入りました、はい、もう目いっぱい冷えたタイヤで目いっぱいプッシュしてるところだと思うんですけど、はい、さあここは抜かりないピットストップをして AU に食らいついていきたいです。どちらも今プレッシャーかかってますね、メカニック陣営。これ AU 側もミスったらね、はい、順位入れ替えられちゃうんで。ワコーズは山下健太、 AU は関口雄飛に変わります。ご覧の通り2台のピットストップ、 AU がどうやら先に作業を終えたか。バイザーをそしてジャッキダウンされました AU。まだワコーズは時間かかっています。サシさん、サシさん、はい、一郎さん、 AU のピットはかなり、ワコーズよりも早かったですね。そうですね、そういう風に見えました。さあ少しこのピットストップでもタイムを広げられたか。あっとこれは今キーパーの、いやでも今アウトラップですからね AU が、うん、AU がだからねこれね抜かれる可能性が今高いですよ、はいはい、キーパーは先に入っていますので温まってます。あーっとタイヤ走が関口雄飛、これで完全に抜かれましたね。もうねロックさせちゃいましたね今ね、はい、いやでも平川選手このアウトラップのペースは強速できましたね。そうですか、はい、あーっとここも辛いですね。あーっとっとっとズルズルですね。まだ勝つためには抜かれたくない関口雄飛ですが、ここは焦る気持ちがというところでしょうか。さあもう追いついてきた平川、平川もこの周勝負ですからね、はい、もうついたついた。300のいる場所がね微妙でしたね。さあどうだろう、だんだん熱が入ってきますよ。さあそして飛び込んでいくか、ヘアピンアウトサイドからスイッチライン。さあ次は右コーナー、英雄が前、後ろはキーパー平川、関口選手もやりますね。そしてお互いイン、関口守る、
いや関口すごい守った90度コーナー守った見えてなかったのかな今ちょっとプリウスは危なかったね。あこれは関口ちょっと楽になった。そしてレイブリック入れ替わったんでジェンソンバトンスーパー GT ラストランが終わりました。山本直樹に変わります。さあ後ろワコーズどのぐらい後方ですかね今どうですかね。山下は6秒後方です。ですからあんまりタイム差としては変わっていません。キーパーの6秒後方という形になっています。モニター上どうですか。もう AU はタイヤ熱入りましたね。入ってそうですね、はい、まだ入りきってはないと思うんですけどまずその一番辛いところはもう超えてますよね、はい、あとはこの後のペースですね。ヤマケン果たしてここに追いついてこれるか。ただ、ね、はい、このままだとねあのキーパーパフリーなので、はい、いやでもあのねアウトラップが良かっただけに平川選手ちょっとね一周前がね最大の山場といいますかチャンスではあったのでちょっとそこのタイミング逃してしまったかな。ジェンソンバトンは今メカニックとちょっとリアタイヤのプレッシャーが高いかなっていう話をしてましたけどもね。さあそのラストランを終えましたジェンソンバトン。さあ大人が担当します。さあまた AU に近づいてきましたかね。そして山下健太はどうでしょう。ペースが近づいてこれるかどうか。リーダーシュラフォルギーニを間に挟んでまた2台が。さあこちらは K チューンズですね。マネパランフォルギーニの後ろということになります。今先にピットストップをしましたけれども15番手を走行13番手に上がろうかというところですかね。バックストレートです。サイドバイサイド。ただアウトサイドに K チューンズです。前に勝つとされれば90度コーナーでオーバーテイクという形になります。伸びてくる伸びてくる本島。さあここは500のウェッツもいるんですが前に出た坂口瀬奈13番手。今でも坂口選手よく見てましたね。その500来るのも見えたんですか。そうですね、ランボルギーニの内側に500がいたのは相当見にくかったと思うんですけどね。そして AU とキーパーこの位置関係です。先ほどは6秒あった山下健太は4秒差まで近づいてますね。山下頑張ってますね、先ほどのラップこの2台が41秒7と3山健は40秒3です。すごいですね。 AU よりも1秒4早いタイムで追っていました。やっぱり世界の山健にそうですね、はい、今もう乗りに乗ってますからね山下選手。ウェックでもいい走り。まあね、来シーズンはねウェックからの要望もすごく高いみたいですね、はい、そうですか、はい、これですよ